沿岸の、被災地に右腕さんが派遣されてますけれども、うん、その右腕さんの、まあ、コーディネーターということで、モニタリングを行ったりとか、うん、リーダーさんとの調整を行ったりというような仕事をしております。アニバーサリー症候群ってよく言うんですけど、その3月11日を迎えるにあたって、またその気持ちのこう浮き沈みが、あの時のことを思い出したり、フラッシュバックが来たりっていう状況が、その記念日3月11日っていう日が来ることで、またそれが出てくるっていうのは、まあ、よくある話ではあるんですけども、1年目の時よりもさらにやっぱり2年目がそれが強いかなっていう感じがやっぱりしていて、私自身もなんかちょっと疲れたなっていうか、なんと衝撃の告白。いやいや、正直にやっぱりそれは言わないと続かないかなと思っているので、あまり頑張りすぎる今時期ではないのかなっていうふうには思って、自分でもやってます。はい、このエティックの仕事の他に、その各自治体のセーフティーネットの構築の部分の仕事を社会福祉士として派遣されて、そういう仕事を今してまして、主にそちら の, その社会保障がどうなるかっていう視点でこの被災地を眺めるっていうことがやっぱり自分では多いんですね。でそれがやっぱり人の暮らしのベースになるものだと思いますので、それが基本きちんとこう再整備されて、そしてそこにやっぱり街づくりとか、その産業の活性とか、住宅の施策とか、まあ、そういうものがやっぱり一緒にくっつくことによって、初めてなんか人の暮らしがそこに戻ってくるかなというふうな感じがしているので、3年目はその社会保障とかセーフティーネットの部分と、そういう街づくりみたいなものがきちんとこう融合していく1年にしていかなきゃいけないなと思っていて、まあ、そこは私が今どっちも関わっているので、仕事でそこをこう少し近寄らせるというか、今そこが実は分断されているんですよ。なのでそこの融合が今一番しなきゃいけないことなのかなっていうふうに個人的には思っています。